皆さんこんばんは、 NMB48 の本郷沢です。今日がですね、いよいよ私が担当するジャンリリ月最終回でございます。まあ、このね2ヶ月間私は初めてこうやってラジオでねレギュラーとして担当させていただいたんですけど、本当にたくさんのことを学んだり、ね、あんまり話したことがないメンバーといっぱい話す機会が増えたりとか、まあ、その子のね良さとかをたくさん引き出せるいい2ヶ月間になったんじゃないかなって私は思っています。まあ、次ね担当する子私はもう知ってるんですけど、すごくすごく頼もしくて私も楽しみだなと思っています。まあ、この2ヶ月間ね、私のことを知らないファンの方にもラジオを聞いていただいてたみたいで、すごい何やろ、自分の新しい立ち位置を発見できた機会2ヶ月間だったなって思いましたし、またねこうやって今はレギュラーとして出させていただいてるんですけど、次はねレギュラーじゃなくてゲストとしてまたこのジャンレリ月に出る機会があったらいいなと思っています。またねこのジャンレリ月に出れることを楽しみにしています。ということで本日もジャンレリ月よろしくお願いします。全てにおいて安定してる2人が来てくれてとても安心しました。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、皆さんこんばんは、 NMB48 の本郷ゆずはです。さあ始まりました、 NMB48 ジャングルレディオ月曜日、6月7月担当させていただいてます、本郷沢です。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 が、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコンスマートフォンで簡単にお聞きいただけます。番組公式ツイッターもありますので、アットマーク JRO_YesFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて月曜日はですね、私に加えて毎回2人のメンバーを迎えてお送りしていくのですが、今回来てくれたのはこの2人はい、NMB48 キャプテンこじりんこと小島かりんです。そしてはい、れいここと前田れいこです。お願いします。お願いします。カミカミですけど、グダグダでしたけど終始か、ね、最終回のにこんなんグダグダないんかなはい、まあ、オープニングでねちょっとお便りを紹介させていただいたんですけど、うん、読みますね。はい、宮崎県にお住まいのラジオネーム小包さんからいただきました。ゆずちゃん、こじりん、れいこちゃん、こんばんは。こんばんは。今夜は NMB11 年の歴史を朝まで、語り明かしそうな3人ですね。僕はスター姫の頃から NMB ファンですが、特に研究生を応援することにハマってしまって、ユーミン、ナギちゃん、チヒーなどが出ていた青春ガールズ公演以来ずっと研究生公演中心に劇場に通い続けておりました。なのでゆずちゃんとこじりんが揃うと今でもふと届かなそうで届くもの公演の頃が思い出されてしまいます。中でも個人的に一番好きなエピソードはやはり千秋楽の開演直前までゆずななが泣きながら大喧嘩をしていた話です。私も忘れないよ後輩ながら公演リーダーだったこじりんが、いい加減にしなさいと2人を叱り飛ばすことでなんとか予定通り公演を始めることができましたが、幕が開いた瞬間、ななみちゃんは大泣き、ゆずちゃんはめっちゃ笑顔、ファンには全くわけが分かりませんでした最近落ち着いたゆずちゃん、グラビアのゆずちゃんしか知らないファンの方のためにも、その頃のクソガキっぷりをちょっぴり聞かせてもらえませんかね、大島さん。なるほど、まだよちなみにれいこちゃんはトドトド公演見てましたか？リクエストはその時の曲で、れいこちゃんも何倍公演で楽しませてくれたこの曲をお願いします、とのお便りです。ありがとうございます。ありがとうございますいっぱい見てくれてるね、懐かしいです ね、喧嘩してた頃が、ね、見てくれてた、れいこちゃん。え、見てましたよ。見た、はい、もちろんです本当にね困っちゃうのよ本当ですよね、はい、言っときますけど、そもそも先輩なわけはゆずの方が。そうですよね、私が後輩という立場なので、はい、まあ最初の方はそのクソガキっぷりも
もうなんか、まあ、一歩置いて遠くから見ていたというか、で、あの安田百音ちゃんがもともといたので、そうですね、マモッチとかあの村中由紀さんとかがちょっと面倒見てくれてたわけよ。でもう昇格しちゃっていなくなっちゃってってなった瞬間にもうクソガキがクソガキなのよ。妄想しまくってた。誰も面倒見なくなったから、もうそっからと、もうね、私がね、よくもうやめてみたいな、そう、ちょっと面倒見てくれてた。あら、そうだった。そうなんです。優秀学よ。いや、そうですよね。でももともとこのなんでやねんアイドルって、こう一番最初に謎かけがあるじゃないですか。その部分をこう、ね、お客様から募集していたんですけれども、まあお客さんもなくなってくるわけよ、もうネタが。そうそう、ってなった時にどん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 ゆずなざの、あの、ネタもないわけだから、二人がイライラしてくるわけよ。なるほど、なるほど。もうないねんけど。今日どうすんのみたいな。ななみが全然考えてくれないみたいな。押し付け合いよ、二人の。んで、千秋楽までそんな状態で。ずる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 引き取っちゃって。最後なんだから、ほんとやめてよって言って、幕開いてからも、ね、涙泣いちゃうし。オープニングでその心はって言って目を合わせる瞬間がね、なんかお互い斜め下向いてやめてよ、やめて、集落で。いやでも最後ね、いい終わり方したと思います。でも他にレイコとワカポンの何倍公演のなんでやねんアイドルもめっちゃ好き。それ二人なんや。そうなんですよ。すごい、なんかすごい二人のこと好きって言ってくれてて、え、意外。そうそう、意外ですよね。マジでして、彼はレイコとワカポンの組み合わせがすごい好きで、そうなの。そう、この間やった新選組のコンサートでも、その二人のペアが見たすぎて、割と多分見てもらったら分かるけど、そこ新名なこと多くって、すごい。ユニットも二人で友でもの涙やってもらって、マジ？やば。いや、安定感とね、二人の強さがいい。いや、嬉しい。確かにそう。そう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 。それはそう。やっぱゆずななみたいな感じで、ちょっと良きライバルとして、ちょっと一緒にいるので、それすごい嬉しいですね。その感じがね、出てて好きなんで。いいですね。その組み合わせは。いつかまたやってほしい。最近やってないよな、バイコ。そうなんですよ。ちょっと、ね、自然消滅みたいになっちゃってるから。お願いします、大人の方。ぜひぜひお願いします。ということで、今回はこの二人を迎えてお送りします。まずは、気になる月曜日ということで、私が気になったテーマについて送っていただいた皆さんからのメールを紹介していこうと思います。現在の気になるテーマは NMB48 の未来予想図です。それでは、早速紹介していきましょう。はい、まず1つ目はこちら、滋賀県にお住まいのラジオネームキモティさんからいただきました。 NMB48 のグラビア未来予想図、サヤネーミルキーをはじめ初期からグラビアに強い NMB48、 最近ではビッグバンさんこと本郷ゆさやちゃんがグラビア使命を賑やかしていますが、今後の NMB48 はどうなるのか興味津々です。ケイトやレナタンや七期生もいずれグラビア可能に、ご自身のもグラビアをやりつつ、メンバーのグラビアについては小島さんや前田さんのご意見をお伺いしたいところです。のことです。もう言わせてもらっていい？本当にダメよね、ケイディとレナタンは。もう本当にやめてほしい。絶対渡さない。いや、間違いない。それはそう、なんかもうキャミソールも嫌やもん。絶対脱がせない。絶対嫌。もうずっとセーラー服着ててほしい。そうそう、本当本当そう。本当にちょっとセーラー服から腹チラ見えぐらいまで、でももうダメ。そこまで、そこまでよね。それ以上はダメダメダメ。絶対見せるか。本当にあんたらなんかに。そうよ、本当に。でココナがこの間さ、キャミソールでなんか撮影してた。はいはい。それを見た時、あ、ココナはキャミソールでもうストップって思って。いや、わかる。ココナもダメ。もうそれ以上ダメよね。ちょっと、もう最近でも結構ギリギリよ。そうよ、確かに。結構際どいですよね。ちょっと見えそうよ。そんな簡単に見せないわよ。そうよ、お宝ですから。いやだけど、私的にこれから NMB の未来グラビアとして頑張ってほしいなって思うメンバーまだまだいまして。おお、そうなんよ。隅の若菜。あ、確かに。わかんにゃん。わかる。やばいよ、絶対。やばい、あれはやばい。たまらんと思う。わかにゃんはちょっと見てみたい。ちょっとわかる。わかる。そうそう。でもなんかいけないもの見てる感じしますよね。そうなの。しかもちょっとさ、ちょっとちょっとなんていうの、恥ずかしがらない表情で撮りそうじゃん。わかる。それが良くない？絶対それはカメラマンさんも撮りたいと思う、その表情。だよね。
うわー楽しみやな、これは。でもあと1年後には見れるから。ほんまやな、ほんとだ。うわー1年が長く感じる。楽しみ。楽しみですね。はい、じゃあ次いきます、はい、兵庫県にお住まいのラジオネームキュピマート3さんからいただきました、うん、さて先日 SK48 のニューシングルのカップリングに青空片思いが収録されることが発表されました、この曲は11年前にリリースされた SKE のセカンドシングルで今のメンバーでリメイクされることになるようです。これっていい企画だなと思いました。ぜひとも NMB でもやってほしい。個人的には僕らのユリイカ、ドリアン少年、イビサガールのリメイクが見たいですね。好きだね水着好きだね水着MV も現役メンバーで撮り直してほしいですね。もちろんグラビア選抜でですよね。あ、これは未来予想図じゃなくて単なる願望でした、すいません、いやなるほどね、いいですね、でもいいですね、でもそういうの、うん、それこそ私黒髪でやりたい、わかる、めっちゃ思った、ね、そうだと思う、うんうん、一番見たいよな、うん、今作り直して、うんうん、今の絶滅黒髪少女を見てみたいかも、うんうん、みんなねまた黒髪に染まるしね、うんうん、確かにやりたいです ね、 いいね、面白い企画ですね、うんうんうん、盗みましょういいですね、これは全部盗みましょう、そう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 、全部取り入れていかないと活性化していくんです。だからベテランの大人メンバーはこういう何イビサガールとかやって、はいはいはい、次世代的な7期生の子たちが、若者のね、そうそうそう、黒髪少女とかやったらいいですね、確かに担当があってもいいかもしれないね、そうそうそう、もうやる気満々やいいと思う、顔がもうやる気満々の顔取り入れていこう、うん、ね、これ楽しみですよ ね、 ね、いいですね、これは、はい、じゃあ次いきます、奈良県にお住まいのラジオネームクッカクアスラさんからいただきました、うん、未来といえば最近は卒業メンバーも増えてきて寂しく感じます、うん、ですがあえてここで聞きます。NMB48 を卒業した後、自分は何をしているか、どんな未来に進んでいるか、どうなっていたいかを教えてください。卒業が悲しいと感じるのは、ファンにはその先のことが分からなくて不安だからだと。卒業した後のことがそう、予想できれば卒業は寂しさではなく期待と楽しみなんだと思える気がします。卒業のその後も楽しくなるような、そんな話が聞きたいです。確かにね、確かにそうですよね、なんかあんま具体的には言わへんやんか、ちゃんとこの道に進んでいきますとは言わへんからさ、確かに不安にはなるような感じだと思う。そうだね、どんな、なんかあんま想像つかないけど、まあ自分はお母さんになりたい。うわでもなってそうやねでしょ、うん、そうすごい厳しいママになってそう。あ、本当ちゃんとね、うん、寝坊もさせへんし、うん、朝ごはんもちゃんと食べさせるし、それをちゃんと一緒に公園で、うん、あの鬼ごっことかしてそう。うわしてそうしてそう私も一緒にそう一緒に元気だねしてそうしてそう、ね、確かに。いやでもしたいね、うん、最近そういう未来が自分は、うん、ある考える、見える見える、もうすでに考えた、もう週まで行ってる、そうなのよ、すごい。え、れいこちゃんは、え、私はもう絶対ヴィレッジヴァンガードで働いてる。あの アメリカ村のビルバンで働いてそう、そう、いるよ、いるいる、全然おる、真っ白とかで、めっちゃいいじゃん、そう、見た目怖いけど話しかけたらめちゃくちゃいいって感じでやってそうだなって、確かに、会えるような、全然 NMB 卒業してもさ、うん、あ、ここ行けばレイコちゃんいる、おすすめのね、商品とかも全然確かに、いいな、これ、それこそね、あのコラボさせてもらってたしね、そうなんですよ、ありがたいこと、一番売り上げたそうで、いや、そうですよ、レイコのあの羽ピアンじゃん、うんうん、あれ衣装の、そうあれが一番マジすごい、知らんかった。もう店員さんとして も、うん、もう企業というかそういう企画者としてもやっていけるから、そうなんですよ、ビンビンな関係だね、よろしくお願いします、お願いします、ビレバン行ってください、ぜひ。伊沢さんはゆず、うん、でもゆずはもうずっとギターしたいな、歌とね、そう、ずっと、はい、歌ですね、いい、シンガーソングライターになりたいなって思います。わー、素敵ですよ。もうあれやな、どこ行ってもあるな、この3人と。確かに、カリはカリはあの公園、公園全国の公園探してもらってどっかにいるかな、どこかしらにはこじり見つけたらぜひツイートしてください、うん、お願いします、はい、じゃ続いていきます。茨城県にお住まいのラジオネームワンコスターさんからいただきました、うん、私がふと思いついたのは吉本新喜劇と NMB48 のコラボレーション新喜劇です。漫才経験のあるカレンタン、落語好きの若ポン、 NMB48 の新選、あ、ナンバ新選組の MC の際にスッチーさんの謝罪の前を披露したフワリンに出てほしいです。
そこではスッチーさんとフワリのコラボ謝罪の舞を想像しています。うん、何それコラボ謝罪って。わかんないけど、でもフワリなんかやってたな、うん、やってましたね。そうなんや、うん、新喜劇さんとコラボしたいですね。なんかやりたいやりたい言いながらなかなかね、やっぱコロナだったりでできてないけどね、ちょっとずつその方向に。川端さんにはもうずっとお世話になってますから。そうなんです。でも行きますよ多分、川端さんに言えば。確かに確かに確かに、これはね絶対叶えたいですね。はい、はい、ということですね、皆様たくさんのメールありがとうございました。次回からはですね、あなたの好きな48グループ夏曲セットリスト3、4曲程度お送りください。以上、本グイズ派の気になる月曜日でした。皆様、本日は NMB48 本郷ゆず葉のジャンリリ月冠ライブにご来場いただき誠にありがとうございます。開演に先立ち、お客様にいくつかのお願いを申し上げます。開演中、ラジオの前で騒いだり一緒に歌ったり叫んだりする際は、周りのお客様の迷惑とならないよう距離を保ち、またお友達やご家族と聞いている方は声を出さずに身振り手振りでの応援をお願いします。また開演中は他のラジオや配信ライブを切り、ジャンレディだけに集中して聞いていただくようご協力をお願いします。最後にツイッターでハッシュタグジャンレディ月、ハッシュタグゆずしか勝たんのツイートを、実況ツイートも積極的にお願いします。皆さんこんばんは。一夜限りのね、ジャンレディ月カムイライブ始まりました。まあね、何曲か披露させていただくので、皆さんぜひぜひ楽しみに聴いていただけたらいいなと思います。それでは開演までもう少々お待ちください。以上、本郷ゆずはでした。ゆずはゆずは NMB48 Everybody!されてる方が楽さ、自分とは何だろう考えないで決めていたのに、君と出会って僕は変わった、息を切らし走ってる、誰かのために必死になるって気持ち、欲しかった答えじゃなくて問いかけてみること、今額に落ちる汗の分だけ清々しい。ありがとうございます。はい、今披露させていただいた曲は NMB48 の君と出会って僕は変わったです。この曲はですね、枚方市にお住まいのラジオネームビロさんからリクエストいただきました。僕のリクエストは本郷ゆず葉弾き語りによる一曲です。ショールームやインスタで弾き語りを披露してくれるゆずちゃんの歌声をぜひラジオの電波に乗せてほしいなと思います。君と出会って僕は変わったは恋ラブ公演でも披露している曲で、配信でとても印象に残ったのでリクエストしましたとのことで、ありがとうございます。
私もねこの曲がすごくすごく大好きなので、今回ね一夜限りのジャンレディゲッツのライブなのでせっかくなので披露させていただきました。ありがとうございます。リクエストしてくださって、またねいつか冠ライブもできたらいいなと思っているので、そちらもぜひぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、じゃあということでですね、早いものであっという間にラストの曲になりました。早いよ。ありがとうございます。じゃあ最後の曲聴いてください。 NMB48 白組で奥歯。丸い夕日の縁かけるまでいつも本当に今日はありがとうございました。以上 NMB48 の本郷ゆずはでした。アンコール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 あらよっとアンコールよいしょアンコールあよっとアンコールアンコール、うん、よアンコール皆さん、起きたアンコールありがとうございます。それでは、最後にですね、1曲、もう1曲弾かせてください。それでは聴いてください。 NMB48 山本沙耶香さんでジャングルジム。夜の児童公園ジャングルジムの上誰も見てないからスカートで登る子供の頃は高く思えた一番てっぺんに腰掛けたけどそんなに私が大人だから恋なんか面倒だいつもの自分
場所にあるなら、しまった人を思い続けてる。巡り合った時は何も話せず、猫をかぶっておとなしふりした。尻の下の鉄の棒をこうしてても、きっとあなたはジャングルジムに登ったことなど忘れてるでしょう。できるならばここからずっと降りたくなかった。はい、最後にジャングルジムを聴いていただきました。この曲はですね、すごく難しくて、私がずっとやりたいやりたいと思ってたんですけど、ちょっとずっと逃げていた曲だったので、こうしてね、最後、この私がレギュラーをさせていただくラジオ最後で弾かせていただくことができてすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。以上、NMB48 の本郷ゆずはでした。抜き打ち SNS48!ここからは SNS 上で目撃されたメンバーの情報を紹介していく SNS48 のお時間です。今日もたくさんのお便りが届いています。ありがとうございます。それでは紹介していきましょう。まずはですね、山口県にお住まいのラジオネーム野原慎之介さんからの投稿です。目撃メンバーはコジリン。本日誕生日を迎えたコジリン、まずはおめでとうございます。ありがとうございます。もう毎年恒例になりつつありますが、誕生日当日にコジリンがツイートするとさやねえからのおめでとうリプが来ること。コジリンはすぐに返したい気持ちもありながら、結局何時間も返す言葉を考えてしまってますよね。でもなんて返すのかはファンはいつも楽しみにしています。今年はどんな言葉を返すのでしょうか。おー、なるほど。そうですね、今回はさやかさんから、はい、コジリンおめでとう、応援するって来たんですよ。いいよ、めっちゃ羨ましいよ。なのでさやかさんありがとうございます、うんうん、私もずっと応援してます、うん、大好きです。わーい、いただきました。
っぱ、まあ、このね収録日はね個人の誕生日なので、うん、そうなんですよ、放送日はもう終わっちゃってるんですけど、そうなんですよ、いやいいですね、いいですね、さやかさんの誕生日近いので、あ、そっか、そう、めっちゃ近いな、確かに、さやかさんの誕生日の時は私が LINE で送るんですよ、うん、あ、そうなんや、そ、うん、そこでも2回ちゃんと大好きですって送りました、いや大事です、その言葉ね確かに、ね、あのほぼ LINE することないんで、うん、あの1回のスクロールで全部の投稿見れるんですけど、うん、投稿ないよね全部に、そう、カリンは全部に大好きですめちゃくちゃ重いやつみたいな感じになってます、いや嬉しいよな、絶対大好きです、今年も幸せでした、いやもう本当にこうたまにツイッター上で絡むじゃないですか、うんうん、もうそれを見るのがもう幸せで、シェイコは、ね、珍しくいつもその時だけいいねしてくれる、あ、ね、この感情やっぱ分かってくれるから、うん、カリンは逆に三田さんとシェイコの絡みはもう嬉しくてたまらないです、確かに、いやいいですね、はい、その絡み、ありがとうございます、大好きですと返したそうです、はいはい、じゃあ次行きますね、富田林にお住まいのラジオ ネームリコピンさんからの投稿です、目撃メンバーはレイコ、レイコちゃんのツイッターにて、新選組夜公演が始まる前に流れていた難波一番隊による注意換気、あ、すごいな、注意換気動画がアップされていましたこの動画の発案者はレイコちゃんだとか、うん、メンバーがわちゃわちゃ騒いでいるところを見れるとファンも楽しいですし、うん、そして何よりナンバットの素振りはやめようと思いましたはい、そうなんですよ、はいはい、もうずっと作りたいって言ってて、うん、今回ちょっとね優しいみんなが協力してくれたんですけど、うん、こうやっぱりただねこう注意されるだけだったら、うん、こうなんていうんですかね、もう聞けないか、うんうん、入ってこないけど、うんうん、こうメンバーが実践することによってより、うん、こう見たく見れるし、ね、そうそうそう、うん、だしこうナンバットの素振りはおやめくださいとかめっちゃいいやん、ユーモアを入れつつ、はいはい、すごい、そうなんですよ、結構、うん、ライブを待ってるあの時間って、うん、何したらいいのか分かんなかったりとか、うん、もちろんワクワクしてるから楽しいんだけど、はい、なんかこうぼーっとするのもあれだから、うん、ああいう映像流してくれたら、うん、待ち時間さえも楽しくなるから、確かにの、いいの、すごいいい工夫だなと思って、うんうんうん、すごい、こう7期生の子たちがもう、うん、全部にちゃんとやりきってくれたので、うんうん、あやってくれるな、確かに、ぜひ見てください、いいいいね、アンジュの叫びを見てほしい、見ないとこれ見なきゃですよ皆さん、見る、絶対見る、 SNS 載せてたもんね、あ、載せてるので、あ、載せたんや、わ、はい、かりました、見ます、じゃあ、はい、見てください、はい、じゃあレイコちゃんお願いします、はい、兵庫県にお住まいのラジオネームマリンさんからの投稿です、目撃メンバーはゆずはさん、はい、はい、最近グラビアでぐんぐん知名度を上げてきているゆずちゃん、うん、そんな中先日のオリコンニュースで NMB48 の新グラビアクイーンと記事がアップされていました、記事によるとグラビア効果でなんとツイッターのフォロワー数が5000人も伸びたんだとか、ガールズセレクションでは惜しい結果になってしまいましたが、次の活躍も期待しています、ゆずしか勝たん、ありがとうございます、すごいですね、5000人好きだね、本当にね、分かりやすいね、昨日本当にもなんかその前のブブカさん、うん、ほんま一番最初のグラビアの時に1ヶ月で、そう、ありがたいこと1万人ぐらいフォロワーが、すごい、そっからそうまた5000人増えてって感じで、いやまだまだこれからですよね、まあ、そうですね、まだ本気出してないです、ね、そうまだまだいけるから、いけるけど、まだまだいけますよ、まだまだ出してない部分もあるもんねもうないね、もう出したこれ今もう次どこ、次どこ、全然やばい、いやでもだってまだ発表してない嬉しいお知らせもいっぱいまだ、はい、うん、あります、全然あります、まあ、私たちは知ってるじゃん、スケジュールとか見て、本郷ゆずはの撮影量半端なくない、ね、本当にうわ楽しみと思って、ね、嬉しい、ありがとうございます、皆さん楽しみにしててくださいよ、はい、フォーティータイムズさんもね、なんか南の島で撮影するそうなので、そうだ、楽しみ、ありがとうございます、そちらも楽しみにしていただけたらいいなと思います、はい、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました、さてここからはですね、メンバーに代わり今回マネージャーさんからいただいた私たちのマル秘情報を打ち明けていこうと思います、題して NMB48 の打ち明け話、まずはレイコのマル秘情報からいきます、Kマネージャーさんからいただきました、こちら、それは秘密、秘密、秘密、秘密のあこちゃん、新選組で注意、
はい、注意喚起。注意喚起動画を作りたいと自ら提案してくれて、はい、その音声を取り、レッスン後のめっちゃ疲れてるタイミングでいきなりお願いをしたのですが、今あって顔しながらも始めたら完璧に決めてくれました。さすがですね。そう、この K マネージャーが編集をしてくださったので、うん、あ、そうなんよ。そうなんですよ、ちょっと協力させていただきましたすごいな、はい、レッスン後にとってもすごいよな、ね、本当に絶対疲れてるのにさすごいですね、はい、これは。続いてはですね、C マネージャーさんからの情報です、はい。舞台上と楽屋は人が変わったように真逆とのことです。確かにそうですね。確かにそうなんかな、言われてみたらめちゃめちゃおとなしいですよね。おとなしい、おとなしい。確かに、なんかあんまりメンバーとギャーギャーしてるイメージないかも、うんうん、もうなんかステージ上ですっごい体力使うし、もう MC とかでも結構任せていただくことが多いので、うんうんうん、その力を貯めるためにも楽屋ではずっとあ、そういうことだったの。意外貯めてたんだ。やっぱボケしかいないので。そうだね、確かに一番体力強いからね、ツッコミが。そうなんですよ、本当にそう。一番しんどいよな、ツッコミの一日。ほんまに本当にそうよ。充電も大事だからね。はい、大事ですちゃんと充電してください。はい、はい、じゃあ続いて、はい、いきますよ、はい、続きましてゆずずのマル秘情報です、はい、2人のマネージャーさんからいただいてますよ、はい、まずはですね、うん、C マネージャーさんからの情報です、こちら。それは秘密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 のあこちゃん。コミュ力があるが実は大人が苦手。そうなんですか。めっちゃ苦手。ちなみにどの辺、どういう大人、マネージャーさん。みんな苦手、全員無理。そうなんだ。あの、ファンの方は全然大丈夫なんですけど、うん、関わる方みんな苦手で。なるほどね。そう、すごい、なんて言うんやろうな、怖い。ああ、でも怖がりよね、そういうところね。めっちゃ怖がり。そう、なんかこれ言ったら何言われんのやろうと思って何も言われへんくなったりとか。そう、めちゃくちゃ苦手。確かにメンバーにはすごいけどね、コミュ力。マネージャーさんとかは極力会話しないように、うん、そうかも、ね、そう、避けてます、いつも。意外。そう、もう確かに極力挨拶だけで済ませたい、うん、話は。そうだね、うん、そんなイメージかも、うん、あともう一人、はい、アイマネージャーからの情報、はい、緊張してる時早口でめっちゃ喋るゼップのココテの時めちゃくちゃ喋ってたやめてよ、わかりますよ、誰かこれ確かに。でもそう、もうむちゃくちゃすごい勢いで喋るよな、緊張したら。そんな緊張したらすごい勢いで喋るし、早く終わらせたいねやんか、自分の喋ってる番を。なるほどね。あ、なるほど。そうだから早く喋っちゃう、パパパパパパって終わらせるよな結構そうなんです、大事な場面とかね。そうめっちゃだからさ、何総括とかあるとするやん、うん、でなんかそこでさ、みんなの前で話すわけやん、はい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 、緊張しすぎてもうバババって喋っちゃう、すぐに。へえ、はい、そんな感じです ね、うん、ね、ちゃんとマネージャーさん見てました、見てましたね、気づいてます、気をつけよう、怖いです、もっと大人と喋りますそうしましょう、はい、じゃあ次お願いします。はい、最後はですね、私から小島さんのマル秘情報を発表したいと思います。マネージャーさん愛さんからいただきました、こちら。それは秘密よ秘密の愛マネージャー怖いよ。とりあえず漢字が読めない、これもわからんのってのまで、これってなんて読むんですかと聞いてくる。最初はびっくりしたけど、最近はそれに慣れてきたので、うん、どれで聞いてくるかなんとなくわかるので、うん、台本を読んでいる時に指が止まったり、顔を上げたら言うようにしている、話している時になんかって結構言ってる気がする。あと、上西霊にいたずらとかドッキリをされてカメラが回っていないのに一人でリアクションをしているらしい。さすがリアクション芸人です芸人じゃないよ芸人じゃないよ、いろいろことですけど、ちょっと間違ってるけどさ、すごいツッコミどころいっぱいありますけど。漢字読まれへんの。漢字読めなくて、このアイマネージャーは特に自分の外仕事の時とかに一緒だから、うん、台本読むこと多いけど、うんうん、本当に今読めないこと多くて全部聞く全部赤文字で全部全部やるよね。そう、台本真っ赤だから私の台本そうなんですよ。まあ、あとレイちゃんのドッキリとかに関しても、うんうん、本当にもう毎回言う、ちゃんと回して動画みたいな、使えるじゃんみたいな、うんうんうん、なのになんか、そうなの。どういうドッキリをされるんですか。なんて言うんだろう、例えばだけど、この間だったら、はい、こう大阪からわざわざ、はいはいはい、あのゴキブリのおもちゃあるじゃんか、はいはいはい、あれを東京仕事までずっと持ってて、レイちゃんが、はいはいはい、ほんで東京着いて仕事、うん、
の現場着いたその楽屋で、まだメイクもしてないその現場で急にポーってゴキブリのやつで出してきて、びっくりするじゃん普通に。もう 100% の100点満点のリアクションしたのよ。でもどこにも流れないわけじゃん。確かに。そうで、しかもさ、大阪から東京まで持ってくるっていうさ、こともしたわけ。3時間ゴキブリとさ一緒に来てるわけじゃん、姉ちゃんだって。自分のそのさ頑張りもさ、何もどこにも発信しないっていうさ、もったいないな。もったいないでしょ。もったいない。そうなのよ。確かに。これ文句が言いたい、ずっと。本当にもったいないから。これさ、なんかれいちゃん横に誰かつけといてさ、うん、カメラ係とかもうしてた方がいいと思う、うん、なんならもう本当1時間分のなんか、うん、結構ね、総集編とかできますよね。やってほしい。絶対できるから、うん、本当にやってほしいですね。ね、楽しみにしてます。はい、はい、以上です。以上です。はい、はい、じゃあ3人ね、終わったということで、皆さん、ま、メンバーのマル秘情報いかがでしたでしょうか。さて、このコーナーでは SNS で見かけた私たちメンバーの情報を募集しています。詳しくは番組ブログジャンリリの公式ツイッターをチェックしてくださいね。以上、 SNS48 でした。エンディングの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。さて、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。また、皆さんが SNS で目撃したメンバーの投稿を送っていただく SNS48 のお便りもお待ちしています。現在募集しているメンバーについては番組の公式ツイッターとブログをチェックしてください。そして、気になる月曜日のコーナーでは、現在あなたの好きな48グループ夏曲セットリストを 3,4 曲程度ちょっと募集しています。どんなメッセージでも構いませんので、お気軽にお送りください。その他、番組でかけてほしいリクエスト楽曲はふつおたなども大募集。すべてのお便りの宛先はメールの方はすべて小文字で jro-mon@yesfm.jp、 またはハッシュタグジャンレディ月をつけてのツイートもお待ちしています。番組のホームページのメッセージからも送れますので、詳しくはジャンレディで検索してください。さて、今日ね、私本郷さんのレギュラー最終回でしたけど、うん、どうでしたか。お二人とも貴重なこんな弾き語りなんて聞けちゃって、ね、本当にね、え、心が落ち着いたというか、分かる。なんか聞いてる時に、うわ、下2人こっち見てるなと思って見てたよ、ずっとずっと見てましたよ。ずっと見てたよ。いや、緊張しました。いや、素晴らしかったです。ありがとうございました。はい、気になるね、来月間レギュラーメンバーについてはですね、次回、番組初回放送までのお楽しみに、どんなメンバーが担当してくれるのか、ハッシュタグジャンレディ月をつけて予想しながら待っていてください。これからね、燃費を担ってくれるメンバーかもしれません、うん、そうですね、はい、楽しみですね、うん、はい、ということで、そろそろお別れのお時間です。今日はですね、AKB48 チーム A さんの目撃者を聞きながらお別れしたいと思います、この曲はですね、私3人が、目撃者公演をね、出ていたということで、はい、その公演の中から1曲選ばさせていただきました。難しいね、本当に。明日の火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りしますので、お楽しみに。深夜1時間のリピート放送も聞いてください。それでは、ジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の本郷ゆずはと小島かりん、そして前田玲子がお送りしました。来週からも聞いてくださいね。バイバイ。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。素晴らしかったです。ありがとうございます。